と、やりますか。そう、この間ね、切れたと思っちゃったんで、あれ、なんか2個光ってんな。どうなったんだっけ？あれ？そっちどうやっていくの？あ、渡れんだ。さすがにこっちからでしょ。あっちが終わりだろうから。ここ星形みたいになってんだね。プリケラトプスの、こんにちは。ダメだった。あ、そっか。これが強いんだった。そう、これ覚えました、僕。卵ね、なんか食えたんだけど、すげえ食いづらかった気がする。下押しながらか、もしかして。えい。やべ。やべ、やべ、ノックバック。ああ、いけた、いけた。全然いけるわ。スイカ？ああ、持続当てがすごい、マジで。こんにちは。そうだね。二足の首長にし、首長できないんだよね、二足にしたら。何、カニいる。あ、これ下押しながらだと降りれんだ。何、餌場？何これ、全部食わないとダメなの？あ、こっちから行けってこと？なにー？進化しちゃったんだけど。 水中でも一応できるんだ、タックル。おお、勝て、こいつ1しか食らわねえ。何あいつ、うざけんな、こいつマジで。やばい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 。こいつ無理だ。ちょ、硬すぎる、さすがに。ありえん、ちょっと待って、無理、逃げる。なぜ？いや、こいつは無理だ、ちょっと。さすがに無理。ちょ、よし。やば、なんだあいつ。これ上いけないっすかね。あ、これダッシュなんだ。嘘、こいつ、え、何こいつ、無敵時間あんだけど。え、ちょっと待って、俺どうすりゃいいのこれ。最強の王がついてる。いや、もうここはもう変えるつもりないんで、僕は。背びれ強くする？背びれ強くするか。いや、待って、 T-Rex の顎欲しいんだよな。そうだ、 T-Rex の顎あったんだ。いやー、これは欲しい。ちょっと食べとこう。さすがにでしょ。やらなきゃ嘘でしょ。やだ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 、やめてよ。何もしてないじゃん。なんか知んねえけど、こいつ無敵なんだよな。帰れなくなった。 R 押しても戻らないな。どうすんの。ジャンプはできない。
もうどこ行きゃいいのこれ。行けとこなくね。これは、え？こいつ倒すしかない。ざーけんのこいつマジで。アスカ文化アタック。お、勝った。500。さすがに500。さすがに500だった。2匹はやめて、2匹は。やめろやめろやめろ。出られないんですよね。どこ行けばいいんですかね。いやもうちょい、多分よっしゃ。いや、それはいいんだけど、何、どうすりゃいいの。このなんかループから抜け出したいんだけど、わあ、あんま行き過ぎっと出てきちゃう。消えた。こいつ無敵なんだよな、なんか死んねえけど。謎の無敵がある。こいつもこいつで100だしな。ちょっと待って、これマジでどこ行けばいいの？出られんことない。夜になったあれか、ここの、あ、行けた。すいません、行けました。すげえ来るじゃん、こいつ。すげえ来るじゃん。血しか回復してない。そう、ほら、ここが当たんねえんだよ。絶対当たんねえんだよ、これ。超めんどくさい。あ、あと45。半端な5って、どこで出たんだろう、これ。へぇ、しかも、違って、よっしゃ、行こう。おい、行くぞ。で、一応、セーブしとこう。超進化だ、これ。T-Rex の顎をつけます。かっこいいで、あれか、陸に上がるのか。そういうことね。絶対強い、これ。あ、しまった、攻撃力見るべきだった。ちょっと待ってね。ステータス見ますか。3876。3876。これはかっこいいですね。見てみますか。あ、すごい、噛みつき20になった。噛みつきが3876、噛みつき20になったから、17上がった、噛みつき。ハイパー強くなってんだけど、これはかっこいいぞ。変わんないよね、これ上がってもステータス最強。早く噛みつきたいぜ。いや、これは強いでしょ、間違いなく。翼竜だ、出たな、翼竜。現れたな。やっぱり来たな。あ、それ何？昼飯か。ちょっと待ってね。いや、3人でカツ丼？カツ丼3人で2つの2パックをどうやって分けんだよ。
俺は今恐竜を育てるんや。食うがよい。いや、あのさ、そう、そろそろあれかなと思ってさ、行こうとしたらさ、いつもの車あったからさ、あ、来たんだなって。いや、昨日来なかったから今年は来ないと思ったんだけど、やっぱり来てやがったな。空気読めねえな、やから。 RTA ジャパンであれレーシングラグーンやってたの。なんだよこいつ。おお、あんま食らねえ。そうなんだ。な、あ、ちょっ、流行ってたね。冗談じゃねえ。あ、くそ。本当だ、割り箸ついてない。ああ、これあげる。いや、ちょっと待って、こいつ強い。バカ、ふざけんな、こいつ。1しか回復しねえのかよ。クス、プテラノドンが結構やばい。翼竜はやっぱり最強か？うん。あ、そう。いや、俺、いつもだから言ってんじゃん。買わなくていいって言ってんのに。いつも寿司買うしな、絶対な。買わねって、次は買わねっていつも言うんだよ。とりあえずトンボクって回復しないと。レーシングラグ、ギャー。ズネさんの配信見てたけど、早く娘に嫌われたいって。そうするとゲームが自由にできるようになる。面白すぎる。まあでも、まあそういうもんなんだろうなって思ったけど。まあね、いや多分ね、あの人の性格的に嫌われるはまずないんだよな。絶対嫌われないと思う。多分うちの人間みたいな感じじゃないと嫌われないから、基本的に。上は何もない感じか。あ、おう、おしゃこんいるぞ。なんか言う？特にないですか？うん。お盆もお休みですか？みんなあれだってさ、おっ！へ虫類。ヤッホーって言ってる。怒っても恨みっこなしだぜ。何が来るんだ。翼竜になれそうな感じはすんだけど。え、何これ。いや、ちょっと待って、これを一応な、あはは、勇気に祝福あれ。あ、マジか、これで翼竜になれんの。いや、これ面白いよ、マジで。92年だって。30年前のゲームで。あはははは、ダセー。せっかくかっこよくなったのに、おっさんに戻っちゃった。だ、あ、飛べる。またおっさんに戻っちゃったじゃねえかよ。うわー、よえー。あ、しまった、しまった、また。これあれ押せ。まあ、これ何、どう、わかんない。あ、死んだ。ちょ、待て待て待て。おっさん、とりあえずおっさんになって。いや、翼竜になりたくねえ。嫌なんだけど。せっかくかっこよくなったのに。またおっさんに逆戻りだよ。ちょっとステータスがちょっと。頭おかしいね。あ、これマジか。これまたリセットされちゃってんのか。最初から強くしろってことか。胴体。あ
アンキロサウルス。始祖鳥か。いや、おっさん、とりあえずここは無理なんじゃないかな、おっさん。あ、一応あれか、走行はできんのか。ダークソ。あ、持続当てできる、これ。1ずつしか減んねえな、でも。やべ、持続当て。なんだよ、これ。普通の恐竜の時は、あれだったの、20も減ったのに。うわぁ。めっちゃ弱え。全部ステータスリセットされるのやばいな。やべ。あ、とりあえず食う。あー、つい。やめろやめろやめろ。あ、これか。こういうことか。雑魚がまず。勝ちました。あ、やべえ、やべえ、くさ。現地やりだし。あ、やっとか、やっと一匹。やっと一匹倒した。弱え、マジで。どうすっかな。とりあえずトリケラってどうしようかな。何つけようかな、とりあえず。さすがに退化しすぎでしょ、これは。とりあえず顎強くするか。噛みつきしかできなそうだしな。ここはちょっと厳しいな。あんま変わんねえな。ダセえ。超ダセえ。おぉ。あれ、火山行けるようになってる。とりあえず、翼竜にはなったんだけど、厳しいなぁ。その辺の雑魚に殺される。これ、勝てないでしょ、普通に。あ、アタックも弱い、やっぱ。本当だよ。しかも餌食えねえ。やばい、これクソ弱え、これ。勝ち方がわからない。ほんまやで。ああ、そうできないのかな、そういうの。ダメだ、こいつ上から。これ臭くて回復しねえと。おっさん弱え。首の長いおっさん弱い。バイオ3あれな、1時間切ったんだ。すごいね、そんな早いんだ。あ、そうなの。すごいね、どんな世界や。あ、これ、よし、もうこれで行くしかね。どんだけ好きなんだよっていう。とりあえずあれだ、この草食恐竜を餌に。よし、勝った。勝ちました。なんだよ、これマジ。あ、あの、あれ、トーナメントできるようになったよ、あの、カードファイターズ。あの、なんかあの、またあの、最初から一人ずつ倒してったら、なんか、できたわ。倒してないやついたらしい、多分。いや、俺、岡本とか西山ともやってなかった。忘れてた、完全に。ああ、そういえば、いたな、こいつら。岡本が地味に嫌らしい。強いね、あれは。だいぶクソですね。岡本がさ、なんだっけな、あいつ弱いか、なんかせこい弱いカードも使いようさって言いながら号機出したのやばかった。全然弱くねえ。大体まあ C とか D しか出さないけど、たまにいいカード出すからな。
岡本でもね、倒すまでが手間だから、やっぱね、あの高津あたりと戯れてるのがいいんだ。これすげえ時間かかるな、強くするまでに。この草食恐竜を頑張って倒すしかねえ。ああ、やっぱそうなる、キドちゃん。やばいね、あレインとか、あの自分の場に手札なくなるのに仲裁とかしてくんのがやばい。お前バカやろ、お前ええんかってなる。俺勝っちゃうけどいいってなるよ。ステータスいくつだろう。うわー、12141、弱えー。噛みつき1か、俺顎強くしたのに噛みつき上がってないの、どういうことなの。どうしよっかな。防御がゴミで、背びれとかどうなんだろうな。とりあえずあれだな、ステゴサウルスの背びれ。角はな、別につける必要ないんだよな。いろいろ進化させるんや。まどろ模様の銅、とりあえずこれつけてみるか。あ、早くなった、すごいバサバサ言うようになった。防御が1上がっただけか、じゃあいいや。ステゴサウルス、ほんまやで、全然上がらんない。これでどうなるかな。ああ、速さが上がって、まあ、もちもち、これジャンプ力とかこいつ関係ねえだろう。翼竜な、あ、でも素早くなったな。相変わらず顎は弱いけど、噛みつきが弱いな。体当たり、あ、体当たりの方が強いな。これマジで、でも飛んでる意味ねえよな、この、この低空で。蹴り強いな、よし、蹴りでいこう。やりたいんだけどね、あれあんのかな。なさそう。それあれば強いのにな。なんで、なんで敵はできるのに私はできないんだ。クソボス専用スキル。あべ、音声浮いてないとダメか、やっぱ。やしろ、近距離強キック中断。これ強いな。だ。そっか、踏めるんだっけ。お、帰ったか。これ二人で分けて、三人で分けて。やばすぎる。気狂ってる。角はつけない、後頭部。ああ、なるほど。とりあえず線貯めて、どっか強化して、ほんで進めるか。だ、翼竜使いづら。俺はもっとバンバン無双したかったのに。進化しちまったよ、俺は。進化したくなかったのに。うん、またおっさんの生活に。せっていうか、せっかく T-Rex の顎つけたのに、それもリセットされんの、やべえ。5000円払ったのにな。よいしょ、せめて継承してくれよ、そこはってなる。いくつだっけ。14263。ほんまやで。あー、尻尾か。うちわ、うちわの尻尾。背びれちょっと見てみるか。トゥ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 、すげえ、すげえな見た目。体当たりが、体当たりが1と防御が1上がったな。これは速さちょっと欲しい感あるな。打
ちは。本当だ、うちはついてる。あ、速さクソ上がった。噛みつきが1になって、体当たりが、あー、体当たり上がったな。防御が3でジャンプか6か。あー、難しいなこれ。翼竜はちょっと難しい。ちょっとでもやってみるか。トゥ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 、熱い。あ、隠れ哺乳類デルタデリジウム、俺たちの時代きっとやってくるでちゅ。ダメだこれ。あ、これならいいのか。食えねえじゃねえか。俺たちの時代がやってくるでちゅ。来ねえよ。何、どうすりゃいいの。ああ、なんか特になんもなかったな。あれは、あー、で、これはどうなんだ。これいけるようになったんか。ちょっと機動力は、でも、あれ、なんもいない。通過してった。おっさんをなめるなよ。うおー、これ絶対勝てねえ。久々の命知らずが来たぞ。アロサウルス、アンギャース、骨食うと回復する。うマジか。いや、え、ちょっと待って、ダメじゃんこれ。え、嘘でしょ。いや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 、さすがにここまでは。うおー、意味わかんねえ。カメラだな、帰ってこなくなっちゃった。いや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 、そうはならんやろ。2ずつしか減らんぞこれ。だー、やべ、食らっちゃった。これ無理だろこれ。ああ、絶滅しました。どうせゼロだったからいいです。翼竜弱えわ、多分この世で一番弱え。こう仕方してっか、とりあえず。いやー、強かったんだけどな、 T-Rex の顎つけた時は。快適な空の旅を俺は送る。おっさんは戦わんのだ。おお、もうこれで全クリするわ。これでも次のボス無理だろこいつ。よく、いやー、終わった。こんなところまで来やがった。やっぱティラノサウルスがやっぱ、あ、こいつの方が弱えな。ほら、もうザゴが。勝った、めっちゃ勝て。だー、ちょっと肉く、おお、やめろやめろやめろ。飛ばせろ。さあ、ほら、ザゴが。あー、ちょっと待って。やめろ、死んだ。無理だな。くぅ、くそー、ゼロにされました。やられた。いける余裕かと思ったら、まあまあまあきつかった。ゼロじゃないんだよな、半分にされんだよな、デスペナ。持続当て、6回か、きついな6回は。肉食う前にあれだな、一回蹴んないとダメだったな。とりあえずこいつらであれ6回蹴って貯めるしかないな。よし、まあ、悪くないよ、飛びたいんだけど。よし、おい、
おちょ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 、待って待って待って、やめろくっそ、飛ばない方がいいっぽい。なんかジャンプしてくる、上からバスってやりたいんだけど、なんかそううまくいかんかった。しょうがねえな、もう地上で蹴り入れて貯めるしかねえな。だー、やめろやめろやめろ、まず、あちょ終わったやべ、どん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 減ってく、強化する前に終わる。これはいかんな、これボス絶対無理だろう。相性がすごい出るな、この欲竜になったよ、マジでめちゃくちゃ強かったんだけどね。いや全部なんかマイナスは、ちょっとさすがにマイナスっつうかリセットはさすがにだったね。どうしよっか、後頭部か、これタックル多分強くなるんだよ。首伸ばしたら、いや伸びないのか、縮めるになっちゃうのか。いや防御はちょっと、羽毛、羽毛になるのかこの形態で、絶対気持ち悪いな。なんかそうだね、そういえばそうだったね。あ、なんかそれ見たことある、イメージ映像あるみたいですね。ねえ、そうだろうね。もういねえんだからいねえんだから少年これは、あ、クソダメだった。この下からなんかバチバチしてる、バカども。ザコどもが重なってる瞬間、なんとか重ねて、はいはいはい、なんかできるぞきっと。とりあえずね、いや角つけようよ、角、あ、角は良くないんだよな。トリケブラの兜、いや、なんかトリケブラ、こっちの方がいいんだよな、確か。よしさんがかっこよくなるぜ、かっけ、かっこいい。体当たりが10になった、あと素早さが上がりましたね。角がついたからや、あ、4回になった。やったー。手間が省けるぜ。相変わらず、地上戦がザルすぎる。調整。これ走ってるつもり。飛ぶと、まあやっぱ、飛ばないとやっぱダメなんだろうな、こいつは。あー。や、やばい、やっちった。噛みつきが弱い、相変わらず。うおは。跳躍が。そうだね。食ったらダメだな。空飛ぶ弱すぎる、ちょっとさすがに弱すぎる。なぜ翼竜になってしまったんだいらん進化だった。いや強くなると思ったんだよ、翼竜ならやれること増えるかなと思って、クソダコになってんじゃねえかふぅ、これだいぶ回復しましたね。ペンギンかもしれない、あーうれえ、よし、ハンギョドリがよ、よし、1000になりました。なんかいけるかな、イボイボ、どうせやるならなんか鎧か羽毛にしたいんだよな。多分鎧は硬くなる代わりにジャンプが落ちて、羽毛はなんか高く飛べそうな気がする。とりあえずこの経験値をうまい具合に振り分けていきたいんだけど、とりあえず翼竜はなんか弱えな、蹴りしか使わない恐竜蹴りしか使わない翼竜、やばいな。そうだ
それ欲しかったんですけどね。プテラノドンにやられたんだけどな。気球投げしたいっすね。ちょっとクロックアップしよう。やべ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 、無理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 、早いの無理だ、一瞬で殺される。倍速だから、4倍速はまあ無理だけど、倍速はいけっかなと思ったんだけど、普通に無理だった。そうだね、ほら持続当てや。これひたすら俺3000までいくから。これお前は蹴りで、お前らは蹴りだけで絶滅するんだよ。めったに最強バキは。なんかあれだよね、なんか結構あの候補に上がってる強い格闘技すぐ弱くするからな。ボクシングてか、バキのボクサーはなんかあの不遇すぎる、いつも。あ、やべ、走れてなかった。だー、一足飛び。なんでそこまでジャンプできんねん。やめろやめろやめろ、やめてくれ。やべ、振りかくそ、ふざけんな。戻す。あれ、よしよしよし、まだまだいい。あれ、俺進化してんのかな、これ。ああ、そっか、振り返りで蹴り入れようと思ったんだけど無理だった。2匹だいぶきつい。パイルドライバーしたいわ。ほら、この雑魚が、えい、めちゃくちゃ熱いね。とりあえず俺はこれを3000まで行って、鎧と羽毛どっちが強いのかをちょっと見極めるとしよう。ほら、でもこれ結構判定が あれだね、持続がすごい残るんで持続当てができますね。いなくなっちゃった、いた、処理落ちしてる。お盆休みずっと RTA ジャパンやってんですね。うん、なんか3日ぐらい前からやってた気がする。あれでさ、あのアマゾンの値段が1000円高騰したのマジでやべえ。結構マイナーなクソゲーだった。クソゲーなのかな、あれな、ま、ああ、マイナーなゲームだけど、あのだいぶ知れ渡っちゃったなって思った。知らない人結構いただろうからね。滑るな。うん。あ、そうなんだ。まあ、腐ってもスクエアか。羽毛、とりあえずじゃあ、ちょっと待って、ステータス見んの忘れて。1040、あ、すごい尖ってんな。1046、体当たりしかできないね、マジで。1046、よし、これガッチガチになるな。長い。1、あ、15になった。4、僕よく上がったね。5上がったね。4、114で素早さが2下がったかな。もう一個、羽毛を見てみましょう。羽毛。多分ジャンプとかが上がるのかな。1、で、体当たり13。46、防御が、あー、どっちがいいのかな。防御でも9だったよね、さっき。体当たり15か。俺、そっちの方がいいな。よし、じゃあ、そっちにしようか。鎧にします。あー、やっぱ、フィジカル強い方がいいわ。
弱えんだけどな、飛んでも。ほら。ほらよ。ほら。最強、勝ちました。試しに飛んでみますか。200、へへへ。1000か。多分そんぐらいなんだろうね。どうしよっかな。あ、これいけんな。ちょっと待って。115986。強いな。115986。ちょっと見てみようか。最強やん。あ。防御1上がったぐらい。なんとも言えねえな。あ、ちょっと、なんか、あ、でも、てか、あれか、浮いてるから早いのか。あ、楽だわ。よし、とりあえず行ってみるか。いやー、これ送ってもらったんだよ。46億年物語。自分じゃやらないから、あ、面白いよ。あ、やべえ、T-Rex 来た。よくここまで来れたな。蹴り殺すぞお前ら、マジで。クリスタルによって力を、ああ、またお前らもその勢力か。世界を支配してみないか。これあれじゃないか、世界の半分をやろうってやつだな。ていうか、もっとでかいかと思ったら意外と小さかった。ふふふ、ならば。弱え体当たり系だった。いや、まだいるでしょ、さすがに。さすがにあれボスじゃないでしょ。ほら、いた。で、あの一番最後にめっちゃでかいのが出てきそう。そんな感じじゃない。お、うまうま。さすがにでしょ。弱えな、でも。ははは。あ、やべ、多数はダメ。お前ら対魔卑怯だぞ、この野郎。あ、ただアキラ入ってっけど、やる。アキラね、てか気狂ってるよな、バカオッツ。なぜ。よし、あ、これどうしよっか。これ T-Rex の顎つけるかも、このまんま。5000貯めちゃうか、これ。そうなんだ、顎が弱いんだよね。顎弱いな。でも溜めるか、こいつら雑魚だし。そうだね。夜寝ない。この人たちは夜寝ないらしい。4年に1回しか寝ないらしい。あれやばかったよね。兄貴が起きちまった。大変です。うん。まあそうだね。アステロイドの皮崩れ、地上に降りそう。え、なになになに、岩石が落ちてくる。お、逃げなさい、ドラえもんだ。日暮らし大きいはあれだからね、4年に1回。う、しまった、今日は4年に1回の寝なきゃいけない日だって。あいつしかもめちゃくちゃ有能なんだよな、確か。あ、これで恐竜の世界終わっちゃうんだ。え、ティラノサウルス弱かったんだけど。あー、なんか悲しいな、こういうの見ると。あー、よ、まあ基本ね、やっぱでかさだよね。ティラノサウルス対クジラか、まあ戦える環境がないけどね。うん。あ、そうなんだ。てか丸飲みにされそうだよな。できない、さすがに無理。うん。え、そうなの？あ、そうなんだ。
超嘘じゃん。あ、ピノキオじゃ嘘つきじゃん、マジで。あのクソ。うん。まあ、フィジカル強いからね。やっぱフィジカルなんだよ。このゲーム、シロナガスクジラになれねえのかな。あ、氷河期ぐんぐん下がり、恐竜たちのほとんどが。本当だよ、マジで。年々暑くなってってる気がするんだ。この間40度超えしたんですって。っていうかさ、思ったんだよ。これさ、37度とかさ、千葉がなったっつっててさ、体温でも高いじゃん。シシレモン飲んでくれ。あ、本当に。オランジーナ。トリコノトン。母ちゃんはあれだからね、ハムスターでも無理だからな。てか、キャラクターでも無理だよな。ネズミ好きなやつはいないでしょ。確かにね。モグラとかめちゃくちゃ気持ち悪いかんな。あれはやばい。あ、6000。ついに1億年代から、だいぶ進みましたね。よし、とりあえずじゃあ今日はこの辺にしますか。クロックタワーがあれだよ。とりあえずあのエンディング全部埋めたジェニファールート。面白かったよ。そう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 。